今から1000年前、上等王に藤原の宗旨に仕えておりましたとき、新しい物語の執筆を依頼されました。そこで、ここ石山寺本堂にて7日間にわたって記念しておりましたところ、明月が琵琶湖の流れに入る毎晩、物語の構想が湧いてまいりました。今宵は十五夜のお越しいれて、天井の大遊び昆虫。